私の家族はみんな温泉が好きで、全員が休みになると、決まって温泉に出かけます。行く場所は決まって、近場にある温泉街です。その日の気分で、今日はこの旅館の温泉、今日はこの施設にある露天風呂と、行き先を決めています。これはそんな温泉地で、数年前に体験した話です。ちょうど紅葉の時期で、 その日は紅葉を見ながら、ゆっくり温泉を楽しもうと、露天風呂が人気の温泉旅館に行くことにしました。その日は、平日の昼間だったこともあり、温泉街は人も少なく、旅館にも、私たちの他にはお客さんが見当たりません。もしかしたら、露天風呂は貸し切りだね。心の中で私は、ガッツポーズ状態でした。その日は、 天気もいい日で、大自然を望みながらの、入る露天風呂は、最高に、気持ちがいいだろうと期待しかありません。そして、母親と奥の露天風呂へと向かいます。お風呂に着くと、脱衣所には綺麗にカゴが並んでいて、綺麗に、掃除もされている状態でした。私が、服を脱ぎ始めると、お母さんが、あ、車に忘れ物しちゃった。 と言い出して、私を一人残して、行ってしまいました。それよりも心の中では、広い露天風呂を、一人占めできる。早く服を脱いでしまおうと、シャツのボタンを、外している時でした。なんか、脱衣所の空気が変わったんです。さっきまでは、清々しい感じだったのに、なんか、どんよりした感じがして、うわ、なんか嫌な予感。 なんて思いながらも、気にせず脱衣所から出て、露天風呂へと向かいました。とても紅葉が綺麗な露天風呂で、軽く体を洗った後、露天風呂へと入って、全身で温泉の気持ちよさを感じて、両目を閉じていると、人の気配を感じました。お母さん来たかななんて思いながら、ふと両目を開けると、目の前には、白い湯気が漂っていて、 その湯気の中に、うっすらと、人影のようなものが見えました。あれ、いつの間に入ってきたんだろう。両目をつぶっていても、人が入ってくれば、わずかでも足音はするでしょうし、お湯の中に入るときに、水の音はするでしょう。でも、全く気づきませんでした。湯気ではっきりとは、見えませんが、女性のシルエットをしていました。 女風呂なので当然ですが、髪の毛は一つに結んでいて、若い感じがしました。私はお湯を手ですくい、肩にゆっくりとかけながら、その女性の人影をただ見ていました。一人旅なのかないらぬ妄想をしながら両目を閉じて、お湯をすくい、顔にかけて、また開けた瞬間、その女性がいなくなっているのです。 両目をつぶったのは一分もないでしょう。その間に全く物音一つせず、お湯から出る音も、歩く音も、ドアを開けた音もしません。私は怖くなり、温泉どころでは、なくなってしまいました。急いで露天風呂から出て、脱衣所の、ドアの前に着くと、脱衣所にお母さんと、先ほどの人がいました。なんだ、普通に出ただけか。 私は、中に戻り、お母さんと、露天風呂に入りました。そして、先ほどの女性の話を始めました。そしたら、お母さんが、そんな人いなかったけど、ここに着くまで、すれ違う人もいないし、脱衣所は私一人だってけど、なんて言い出しました。脱衣所で、あんな近くで、気がつかないわけがありません。私たちは、 気にしないことにして、露天風呂を満喫しました。でも私自身は、納得できず、お風呂を出るときに、脱衣所の床を見ました。床は綺麗で、全く濡れていませんでした。誰かが、出れば、多少は、濡れているものですが、水滴一つない感じでした。私は、例も入りたいほどの、いい温泉と思うようにすることにしました。 皆さんも、遭遇したら、そう思ってはどうですかそれでは、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。その他のお話も、たくさんあるので、ぜひ聞いてみてください。